やっぱりこう努力はね裏切らないと思いますし実戦形式の努力っていうのはなおのことだと思いますんでねさあミドルですでえこのゲームはベストオブセブンレックで行います 7, 7種先取りですね7先っていうやつですね。 さあそして 25, 25で、えー、先攻後攻入れ替わりでまたあミドルを行う感じですねそして25さあ50に入れれば先攻取りますきたー見事 50に入れて酒井先攻のゲームスタート <laughs> <laughs> すごいバーエティスタート まあこの浅田聖いのね修正能力やっぱすごいですよね1投目ずれても2投目おお 322残りさあカバーしていきますねこの修正能力121残りをさあ20からそしてどうする17いくのかそしてアレンジまでなのかあ狙ったんだ いやいや見事ですね121残りを20から50101、えっと、残りを17いってブルっていったんですけどまあ浅田選手がねこう上がり目がないので、えー、18とか10とかでアレンジしてもよかった局面ではありますさあ9からの8ダブルおーっと これはね、えー、この酒井選手の,、ね、この序盤の180絡みの、えー、キープはね浅田選手に、ね、プレッシャーをーかける素晴らしいダーツでしたね。 さあ浅田選手がプレッシャーを感じてるのかちょっとやばいなと思ってるのか100100 100と来てますねさあいいとこあ流されたさあ95を取ってきますね346残りに対し301残り浅田聖吾 1 <laughs> 2 1とって180残りうーんここで浅田選手チャンスですねこのレックはすごく楽になりましたね120からさあ100をもう一本140注文通り スーパーアレンジさあ82ですね横ずれしてしまってますねちょっと横ずれが目立ってきましたね目いやーすごいっすねちょっとねえ確実にダブル こんなに決まるんですねもう軌道完璧今ね左に移動して60落としたんですけどもうすごいですね いやーすごいっすここ完璧ですよもう確実に60絡むパターンですよさあ100取って275残りあーっと

そして66残りをプルトライうん85残りを9に入れて76残りを20に戻るで56残り さあブルートライをした浅田聖吾が9アレンジからの8ダブル内に入れて4ダブル決まらずいや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 まだわかんないですよこれこれしっかりここ決めてねさあここうわーここ決めたかったっすよ すよって何ですかって話ですけど本当に決めたかったですねここさあ浅田選手はこれ決めるでしょう完璧ですねここにつけるとね18に行くんですよけどおっと さあまだ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 っすよって感じですね <noise> いやーファンフォーティー <noise> 恐るべし18うーん18いってほしかったな今のもそのお 当然トリプルには入んないですよね19トリプルにはなので今18いくべきだとこですだから坂井選手本当もっともっと勉強すれば彼は本当にもっとすごいもっとすごいというか本当こう世界に行けるようなシュート力だと思うんですけどねまあ世界って化け物もしかいないんでね一概には言いませんけどまあいいとこつけてますよねこれね左サイド あーもうこれねもう手つけられなくなりますよ酒井選手止めないとバンフォーティーで75残りまで持っていってほしいですけどねうーんまあ115ですからねさあ浅田選手はここはブルから行くんだそして51を19そして16ダブルやあ。 恐ろしいわ浅田聖子のポテンシャルさあそして15からの20ダブル決めたいですねこれいやーさすがいやーいやーいやいやいやこれはどうなるか分からんすよほんとそうなんですよこういうことをねやっぱり続けていけばね えー、浅田聖吾の壁をこじ上げられる可能性ありますからねやっぱこれねダーツポジションですよね1投目のポジションここも1819ですよねで18ですよねこれうんそうですそうですこのポジションはこういう運びになりますよね いやー140素晴らしいさあ444からさあ19に行く20入んないってあそこはねあのあのダーツの向きになったらね動かない以上は入んないですよね <laughs> なんだこのアクション <laughs> さあ344残り いいですね、ここここいいですよ18区いやーカバーナイスカバーで91残りに対して286残り。 いや134とって上がり目を作ってきた17トリプルからの20ダブルおートリプルダブル恐るべしさあ酒井選手が戻してきた なんじゃこの試合いいとこですね浅田選手のねもうダーツポジションがすごいす1投目の置きどころがでもねこれダイレクトに入れてきますからね今の坂井選手は一歩も譲らない強烈なダーツ ここまた行ってみここですよおっとこれは決まらず60絡まずですがまあね悪いダーズではないんでこれちょっとね夜格が低いんですよね19行った方がいいですねおおかあかあさあ216残り さあ91残りを17そして74を14116残り、まあ、2019浅田選手は20に行くそしてアレンジからのうおおすごすぎこれはすごい お互い一歩も譲らないコゲームトビ <noise> ーークラーンセンコワエディビクランドサイトコ ぶつけたら入るいやー来たナイススタッキング浅田選手もいいとこですねもう自分のパターンですよパターン一投目からねちょっと絡んでないのがその浅田選手のなんかちょっと良くない状況ですかね今のね さあそしてさあ81残りですねこれ19からそしてこれ10取りでいいですけどねそしてしっかりアレンジさあ286残りいいとこですねここも。 間違いなく決めてきます精密機械浅田聖吾いやーこんなダブル決まるかさあもう浅田選手もプレッシャーですよねこうなったら浅田選手の心を動かすところまで酒井選手来てますね ここをしっかりねついていってそうですねミスをミス待ちの状況を作りたいですね409残りさあ349から289269までいやーすごいですね 取り曲げでナイスさあ269残り99取りたいですねおっともう1本さあこれすごい試合になりそうですね300残り180140で160 カーバーしていきます205残りに対して134残り114もう1本そして14アレンジナイスアレンジうーんさあここブレークしそうですね34からの54で151は取ってきましたが坂井選手20ダブル いやー見事3号で酒井選手がこれ結構大きなリードですよアベレージ99ですからねちょっとすごいですねこれは。 カーバーしてくるお互い一歩も譲らないやっぱこれブレークバックが必要ですからね尊序そこらのダーツじゃまずいですね。 そこらのダーツじゃねえ浅田選手いや137取ってきた徐々に1投目が上に突き出しましたよね浅田選手が上に突き出るってことはやっぱり力んでるんですよね 軌道が少し、えー、見,見えにくくなってきてるこれはすごい要するに浅田選手はもう遊びのダーツはできないってことですよねもう一頭一ー140ですね一頭一頭もう狙い続けていかないといけないってことですね さあ、64残りを16からアレンジからの16ダブルうわなんだこれほんとにすごいっすさあそして36で酒井選手大手ですね すごいですよもうほんと予定の3倍ぐらいのスピードですちょっともう狙えてますよね 121! まあただね、スティールダーツの世界、何が起きるか分かりますんでね、3、6からの大逆転って何回も見てますんでね、分かんないですよ、まだまだ、浅田聖子のポテンシャルからいけばね、さあ、80取って、100取って188残り、さあ、288残り、いいとこ、80取って208からの148。 なんだこのダーツはって感じですね168からさあ80取って108さあ8で90残り18で90残り148いやー88からゴートラインまでいくさあ最後20からもう1本そして5ダブル あ見事いやいやなんすかねこれこれしかないいやー恐るべしここまでいくかいや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 さあここ冷静にいってほしいですね浅田選手もね 今テンション上がりまくりだったでしょうからねおおさあ6060 60ですよね さあここですね140取れればなんかこじ開けられそうな気しますけどねいやーここで痛恨のロースコア297残りさあ237から177七。上がり目指してくる 180が欲しいこところだったんですけどね、ここでバットラウンド137から117をさあ180取って111残り。 234残りに対して97残り19からそして内に入れての10ダブル決まらずさあしかしね浅田選手ここ上がり目がないのでうーんこれちょっと今のアレンジはだめですね 今のアレンジはダメですねもったいない2019ブルーいってほしかったですねさあ80とって96をうーん曲がり目を出せなかったっていうのはねさあそしてぶつかったらいい入りそうですねおっと<し>さすが これはすごい試合を制したのは酒井茂選手、見事でした